先輩、はい、先輩結構さ、うん、英会話の、うん、勉強というかさ、うんうん、習い事みたいなの最近までしてたよね。DMMA 会話ね、うん、俺初め DMMA 会話だと思ってたもん。いや、どこを持って？いや、わかんない。なんか、なんか、本当に喋れるようにはならないんだろうなと思ってた。実際どうやってる？いや、毎日さ、うん、だから30分ぐらいかな。うん、え、今もやってんの？去年ぐらいまでやってた。うん、だから毎日朝30分ぐらい、自分で指名した英語の先生と英会話するっていうのを、まあ。え、それは、なんか、もう顔とかで選ぶの？そう。あんまりその水商売ではない。種増しとかって。種増しはないよ。うわ、なんか思ってたの全然違ったみたいな。あ、でもなんかこれ今言っていいのかな、うん、なんか思いっきり、白人の、うん、金髪女性の人を選んだら、うん、見たことないような、フィリピン人の女性が出てきて、まあ基本先生フィリピン人なのよ。はいはいはい、はい。が出てきて、なんか割と訛った英語で喋ってくれるみたいなのはあったから、うん。まあだからパネマジはある。あるんだ。うん。あるんだね。で、延長システムもある。本当に本当に本当に。もうちょっとあなたと喋りたいですみたいな。ああ、なるほどね。基本30分ぐらいでだいたい切り上げるんだけど。で、まあ、あと、もう、ジョーの質によって全然対応。ジョーって言うな。ジョーって言うなよ。ジョーって言うな。先生の。違う、先生の名前がジョーなの。先生がジョーなの。ジョーなの、ね。ジョージー。マンデリン・ジョーとかなんか。ジョージーなの、ね。ジョージー。びっくりした。ジョーさん。お嬢のジョーかと思った。あ、じゃあ、ジョーよ。ジョーなの、ね。ジョー。ジョーによっては、めちゃめちゃやる気ないパターンもあったりとか。あ、そうなんだ。なんかもうね。ハロー。おう、ハロー。ナイスミーチュー。ナイスミーチュー。I'm...〇〇みたいな、うん、そもそも何を話していくのその後。別にそれ以外話すことなくない？ね、本当に会話するだけなの？いろいろ選べんのよ。なんか DMMA 会話が用意してる教材をもとに喋ったりとか、うん、まあちょっとニュースが設定されてて、最近何々がありましたみたいな、そのニュースについて2人で喋ってくださいみたいなのとか、Mr. Sakamoto say ケツ穴カクテイ You know はケツ穴？ Do you know ケツ穴？ YesOf course. I love ケツ穴。みたいな。みたいな。なんか一個のニュースに。フィリピン人と日本国内クソゴシップ喋らないだろ、別に。ピンとこないでしょ。What's ケツ穴って言った時に俺どうすんのよ。It's 穴って。言うしかなくなっちゃうじゃん。I love giants. Do you know giants? Yes. Yes. みたいな感じで。This is a legend player. バン、ヤジ、ヤジバンみたいな。ヤジバン。そういう会話をしてる。英語できないじゃん。結局学んでないじゃん。まあ5年やってきたけど、うん、できないね。やっぱそうなんだ。人による。日本で英語を実際にこう喋れるみたいなさ、うん、機会がまたなかなかないからね。そうね、だから。ELT の先生とかもね。そうね。そんなにいないじゃない。うん。俺ELT の先生で言うとさ、うん、中学の時の ELT の先生がさ、うん、マシューってやつで、はい、なんていうのかな、マシューってどうか、マシューコのマシュー、マシューコの何人の先生なのそれ。バリバリ日本人じゃん。マシュー ELT ではある。マシュー、マシュー、マシュー、マシュー。で、その先生が毎回授業終わった後に、うん、またねみたいな感じでせいやって言ってて、それがなってせいやって言うの、うん、see you みたいな、それが see ya って言ってて、うん、めちゃめちゃ学校で流行ってたそれ。みんなで see ya っていうの。生きた英語じゃん。生きた英語、マジで。マティウがね、生きた英語教えてくれてたのよ。see ya。 そう、それだけ今覚えてる。それ以外の英語まだ何も覚えてない。なんだそれ。 see ya。 see ya。 ちょっと待って、なんか俺どっかで聞いたことあるぞ。 see ya。 なんかその先生さ、うん、ダイランとスマッシュブラザーズ出てなかった？ファルコンじゃねえのよ。せいや、ファルコンの溜めて溜めての、せいや、ね、重たい蹴りじゃないのよ。出てたでしょ。出てね、先生。あれマシューだったのかな。あ、ヘルメットかぶってる。ニューカマーマシュー。でも頭身は確かにそれぐらいだった気がする。マシュー先生の下 B ってどんな技使うの？んマシュー先生の下 B は何使ってる？マシュー先生の下 B はなんか燃えながらキックしてた気がする。いや、まあ、ファルコンじゃん。完全にファルコンじゃん。で、なんかね、宿題やってこなかったやつには、うん、思いっきりなんか火の鳥が出るパンチしてたわ。だからファルコンになる感じ。飛んでった、ビューンって。あ、そうなんだ、ねうん。いや、でも俺はさ、全然英語を身につけてこなかったからさ、うん、めちゃめちゃ、うん、なんだろう、テスト英語というかさ、受験英語みたいな。もう、死んだ英語。
なんかもう詰め込むだけ詰め込んで。せいやは行きたい英語だけど、うん。もうテイクケアを使っとけば何でも OK みたいな。あ、そんな何でも OK になるか？なんかいや、もう作文するときとかもね。なんかこんな言葉使わんだろみたいな。ああ、まああるよね。なんていうか、今時その、マイネームイズももう死語だみたいに言われてるもんね。うん。うん、だから俺、早稲田行った時でおなじみですけども、ね。もう全然隠す気もない。英語も使ってた。英語もね、その、覚えたつもりではありますけど。受験はありましたからね。もう全然俺、海外に行ったらもう多分すぐですよ。ああ。もう、スリに会って。うん。スリ、言語関係ないけど、ね。行ってね、もう。スリはただの不注意、注意力が死んでるだけじゃん。会話もできずに。フィッシュ&チップスしか食べれないと思います。フィッシュ&チップスは耐えたのかよ。レストラン入ったとしても。ああ。いや、だから本当なんか生きた英語を身につく。けてこなかったな。まあなかなかね、なんか日本で生きた英語難しいよな。でもそれ言ったらさ、うん、別にさ他の教科も同じじゃない？他の教科？いやなんか俺もまあ数学っていうかまあ普通にさ基本5教科ぐらいやってたけど、あれだな、俺もなんつうか社会人になってみて思うけど、学生の頃あんま真面目になんていうのかな勉強してこなかったから、なんか死んだ微分しか覚えてこなかったなっ。あんま生きた微分聞いたことないけどね。死んだ微分と死んだ積分しかやってこなかったなって。なかなか大人になっても微分積分活かせることあんまないのよ。奈良さんちゃんと数学で生きた微分と生きた積分覚えてた？ないないない。もう俺基本的に死んだベクトルと死んだ確率しかないからさ。死んだベクトルってなんか途中で曲がってそうな。死んだ三角関数しかないから俺が覚えてきたの。そうなんだ。何も活かせてないわ。いや歴史も本当になんか死んだ犬飼剛と、うん、なんか死んだ卑弥呼と、なんだろうなと、死んだみんな亡くなってんの。死んだ信長、それはそうなんだ。死んだペリーとか。いやでもね、そういう意味で言うと歴史は今でこそさ、うん、動画とかにめちゃめちゃ使ってるから、うん、めちゃめちゃ生きてるけど、ね、あいつら生き返ってきたか今。犬飼剛だって俺何回かネタにした記憶あるからさ、うん、なんでどういう動画出してんだよお前。生きてる犬飼剛でしょ。あんまり犬飼剛話せばわかるでしょ。話せばわかるね。ああなるほど。だから話せばわかるっていう言葉を仮に先輩が出してきた瞬間に俺、はいはいはい、いや犬飼剛かよって言えるじゃないですか。あ、なるほど、ね、生きてるのよ。はいはいはい。あ、いいねそれ。いちごパンツ履いてんだよねって先輩が言ったら、はいはいはい、いや織田信長かよって言えるわけじゃないですか。はいはいはい、これ生きた知識だと思ってるのね。あ、確かに一番使うと思う。あ、俺さそれで言うとさ、あ、どうしようかな俺これ、あ、これ別に取っとこうかな、ごめん。別の話に取っときたい話あったわ。今作んの。今会話中に新しい会話に発生するのやめろ。なんかね、今また両親が方向、そうそうそう、枝分かれでね、一個いい幹が育てて、そっち継ぎした方がいいんじゃないかっていう話が思いついたから。この話だね、また別の機会で話すとして。別の機会にも楽しみだ。いやでもほんとね、英語をもっと身につけたかったなと思うんだけど、うん、とりあえず、うん、なんかもう海外の人に会ったとするじゃない、はいはい、急にね、うんうんうん、会った時に、うん、向こうがこう英語で話してきても多分会話できないんですよ、はいはいはい、もう全然死んだ英語しか身につけてないから、うんうんうん、だからとりあえず一個めっちゃ盛り上がりそうな、うん、なんだろうね、英語だけ覚えてきたから、うん、とりあえずなんかそれをなんか海外に行った時は、ね、連発しようかなって思ってるんですよね。なんだろう、なんか What's up とかなんか、まあこれだけ喋れておけばある程度盛り上がるかなっていうのが。そんなフレーズあったっけ。じゃあちょっと ELT の先生やってもらっていい。ああいいよ、うん、ちょっとじゃあ俺とりあえず何も分からずいきなりイギリスにやってきてしまった人やるから、うん、ちょっと待って、イギリスにやってきたら ELT の先生別にいなくて、なんで同伴で留学してんの。もうにめな、ELT の教室に来りゃいいじゃん。じゃあ俺は今、うん、日本の七子さんが、うん、なぜかいきなりイギリスに神隠しで飛んできてしまいました。でも、まあ、何もない桃鉄やってんのか、国際版の。何もありません、うん、それでもちょっとそこの場でいきなり友達作るぐらいの。はい、だからイギリスの通りすがりの人をやればいい。あ、そうね、イギリスの通りすがりの人やってもらっていいですか。で俺はなんとかそれ会話盛り上げるから。オッケー、よいしょ。ああ、これがブリティッシュ、ああケンブリッジ、ああビントルズ、ああすげえ、イギリス来ちゃった、どうしよう、あれ、シェービング。それ誰？あ、ミサビン。ヒゲ剃り芸をし。奈良さんがたまたまイギリス来たらミスタービーンに遭遇するっていう展開。面白すぎんじゃない。ミスタービーン一番面白いんだから。めっちゃ面白いじゃん。ミスタービーンが世界で一番。もうちょっと普通のイギリスの人やったらっていう。あんなやつばっかりだと思われたんだよ。いや、普通のイギリス。あ、面白すぎるから。ああ、じゃあ普通のイギリス人ね。ああ、すげえ。ああ、スパイスガールズ。ああ、
すげえイギリスだ。まだその辺歩いてるんですか。あ、クリケットやってる。あ、すげえ。クリケットいい。あ、イギリスの方だ。リバプール、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 リバプール。ハロー。Do you love リバプール？I love Real Sociedad. あー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 バブブブン銃撃戦いいじゃん、スペインのチームフーリガンだからスペインのチームだからいやもういいじゃん。あの、イギリス人やっぱ熱狂的なあの、クラブ魂があるから。じゃあ、普通、なんかフーリガンじゃない人や。ああ、もう普通の一般人でいい、ね、一般人や。ああ、オッケーオッケー。ああ、フィッシュ&チップスああ何に怯えてんだ、毎回。うん、ああ、すごいイギリスだ。スパイ、イギリス知識なくなっちゃってるじゃん。あ、イギリスの方。はい、ハロー。ハロー！ハロー。ナイスミーチュー。Yeah, nice to meet you. My name is Nanako. Oh, you Nanako? Oh, you Chinese? No, I'm Japanese. Oh, Japanese. I love Japan. And do you know Japan?Yes, Japan, sushi, tempura, yes, karaage, yes. ルーローハン、yes. トルコライス、No. ちゃんぽん麺、No. あと、なんかあの、味噌汁をご飯にかけた猫まんま、めちゃめちゃ詳しい。お茶漬け、めちゃ詳しい。Yeah, I love Japan. I love Japan. Do you love Japan? Hey, hey, we are friends. Yes. What music? Don't worry, I'm wearing pants. それ盛り上がるのここ1年ぐらいだけだから。もう来年ぐらいにどうなってるかよ。とにかく明るいやつ。Don't worry. 今、ゴッドタレントでめちゃめちゃ人気だけど。I'm wearing パンツさえ言えたら、とりあえずイギリス行ってもクソ盛り上がるなと思ってるんですけど。それ今だけよ。今だけ。来年行ったらまだやってんのみたいな。なんかもう、もう飽きられてるんじゃないの、さすがに来年。そんなことないよ。あと、Don't worry. I'm wearing パンツ、うん。それだけで会話乗り切れるかな。いや、それだけパンツ一本で単身イギリスに。俺パンツ一個だけで留学しようかなと思ったいや、パンツ留学、うん、いや、それは無理でしょ。動画撮りてはイギリス行って、とにかく芸だけで盛り上がることができるのか、検証動画。それ本家のとにかくさんがやればいいんじゃないのなんでそれ、ナナコさんがやるの？ちょっと今度、先輩 ELT の先生、それかましてみてよ、いきなり。裸で、オンラインツアーとかやるんでしょ？DMMA 会話とかでね。そうそう。ほんで、先輩思いっきり、裸でいきなり出てきてさ、What's you naked! No. Don't worry. I'm wearing pants. あの、フィリピンじゃ流行ってないからめちゃ滑るぞ。フィリピンの先生と。フィリピン人にハマってないんだから俺めちゃめちゃ滑るじゃん、人のギャグで。英語喋るようになりたいね。結局な。結局ね。英語喋れりゃそれでいいんだよ、別に。いずれまた海外行きましょうね。海外で動画撮りましょう。海外で実写動画ね。楽しみだ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。